特前吉和は、日本の牧師、進学博士。エキュメニズムの立場から、教会史を抗議している。ワルトブルクルーテル神学校より、名誉進学博士号を受ける。ルーテル学院大学、日本ルーテル人学校名誉教授。東京府生まれ。1954年東京大学工学部卒業。1960年、立教大学神学部博士課程中退。 1957年日本ルーテル人学校卒業。卒業後、日本ルーテル千葉教会牧師、ミノル大教会牧師を経て、1964年より、日本ルーテル神学大学の学校専任教員になる。その間、ドイツのハンブルク大学、ハイデルベルク大学に留学する。1972年より、日本ルーテル神学大学の教授になる。 1985年に新設されたルター研究所所長を務める。その間、青山学院大学、東京女子大学、慶応義塾大学、立教大学、国学院大学、東京進学大学などの非常勤講師、台湾、インド、アメリカ、ドイツなどで客員教授を務める。1994年より日本キリスト教協議会副議長を務める。 1997年より議長になる。現在、日本エキュメニカル協会の理事長を務める。協会では、エキュメニカル運動に貢献のあった人物に毎年、エキュメニカル功労賞を授与している。2014年に、日本キリスト教文化協会より、キリスト教功労者として検証された。ありがとうございます。